皆さんこんにちは、Bレジェンドの須村です。本日は Bレジェンドムキムキ甘栗風味ですね、こちらのねレビューをやっていきたいと思います。毎年ねこのね秋のね深まったこの季節にね出る大人気のね限定商品ですね、ムキムキ甘栗風味。早速ね飲んでいきましょうか。これね多分昨年より若干この栗のねデザイン変わってますね。すごく鮮度の高い栗がね再現されているかと思います。まあ、中身のねフレーバーの方には変更ないんでね、その辺ご安心ください。ビールジェのプロテイン1キロパックね買っていただきますと、こちらのね赤い袋に入った大スプーンが付属されてきます。こちらのねスプーンにねすり切ってパウダーを入れていただくことで、だいたいね 30g 計量できる設計になっておりまして、でそちらのねパウダー 30g を溶かして飲んでいただくことで、タンパク質がね 20g 取れる設計になっております。こちらのね大スプーン、すり切ってパウダー1杯入れていただければと思います。普段からね購入していただいていて、スプーンがね必要ないよっていうお客様は、購入ページの方にスプーンありスプーンなしという項目がありますんで、スプーンがね必要ないっていうお客様はスプーンなしを選択していただいて、お買い物カゴに入れていただいて購入決済に進んでいただければと思います。1食につき大スプーンすり切り1杯を目安に、水の方ですね、だいたい 150ml から 300ml を入れて、お好みでねこう飲んでくださいっていう風に書いております。自分はもうだいたいね 200ml で飲むのが好きなんで、 200ml の水を入れてきました。味がね濃いのがね好きだっていう方は、水を少なく減らしていただいて飲んでいただくと濃く飲んでいただけます。でちょっとね薄いのがねいいなっていう方は、水の量をねちょっと増やしてあげることで味をね調整できますんで、味の好みなんかに合わせて水の量を調整してあげてください。それでは早速パウダー溶いていきましょう。あ、パウダーも本当にねいい栗の匂いですね。イメージとしてはモンブランの甘い香りにね近いんじゃないかと個人的には思います。でパウダーの感じはねこんな感じですね。通常のホエーパウダーとそう変わらない色合いになっております。パウダーもサラサラで非常に美味しそうですね。それではこちらのね大スプーンにすり切って入れていきましょう。しょ、入れていきます。そしてシェーカーをね一度反対に回していただきます。するとカチッと音が鳴りますんで、この状態でしっかり締めます。シェイクしていきましょう。しっかりね溶けてますね。泡立ちもねダマももうほとんど見られません。あ、栗の香りがより濃厚になりましたね。少しミルキーな栗、モンブランのような感じですね。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。前これで僕もムッキムキ。何回目かのねこうレビュー動画になると思うんですけど、もう間違いない、もう人気のゆえんが分かるくらい美味しいですね。ほんと個人的にはねこうモンブラン飲んでいるような感覚になるんですよね。それぐらい栗のね風味をねしっかり感じることができるフレーバーになってると思います。すっきり系甘い系で、どちらかというと甘い系のねフレーバーになると思います。まあ、例えばミルキー風味であったり、バナナ風味、プリン風味とかですかね、甘い系が好きな方なんかにはね気に入っていただけるねフレーバーになってるかと思います。秋のシーズンにしかね手に入れることができない限定フレーバーになっておりますんでね、ぜひお早めにお試しください。ムキムキ甘栗風味のフレーバー星ね5段階で評価していきたいと思います。甘みに関しましては星5となります。モンブランのような非常にねスイートな、ね、甘みになっていたかと思います。酸味に関しましてはもうほとんど感じませんでしたので星0となります。まあ、スッキリに関しましても星0となります。クリーミーに関しまして星4となります。モンブランのような濃厚なね味わいをしっかりとね感じることができました。甘みが5、酸味0、すっきり0、クリーミーが4となります。ぜひね商品購入の際検討材料としてください。ムキムキ甘栗風味ですね、1食あたりの栄養成分表示ですね、エネルギー 118.7kcal、 タンパク質が 20.8g、 脂質が 1.1g、 炭水化物が 5.4g、 食塩相当量 0.2g、 ビタミン C が 42.5mg、 ビタミン B6 が 1.2mg となります。
ぜひね、秋の味覚であるこちらのね、ムキムキ甘栗風味プロテインでね、お試しください。毎年販売されていてね、大人気商品、早期完売がね、予想されます。ぜひこの機会にお試しいただければと思います。商品のね、詳細につきましては動画の概要欄の方に貼り付けておきますので、そちらからね、商品ページに飛んでチェックしていただければと思います。この機会にしかね、試せないムキムキ甘栗風味、ぜひお試しください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。